こんにちは、坂東と申します。バン TV 電脳コラム、今回の動画で9回目の動画となります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回のタイトルにはですね、だましインストールというタイトルを付けさせていただきました。皆さんね、特に PC なんですけれども、 PC っていうのはね、 DOSV 系の Windows 系のね、 PC ですね、なんですけれども、ソフトウェアをインストールするときに抱き合わせインストールにね、引っかかったということはね、やっぱり1回か2回はね、あるかと思います。僕自身もね、注意しててもね、ありますね。でね、これ本当に必要なインストールの項目なのか、抱き合わせなのかっていうのをね、どうやって判断したらいいのかというのをですね、今日ね、まあ、ちょっとコラムという形なんで、もう決定ではないんですけれども、まあ、ちょっとね、話をさせていただきたいと思います。まずですね、どういう類のインストールが抱き合わせインストールなのかというのをね、解説させていただきます。例えば、インストールしたい人がですね、例えばブラウザーをインストールしたいとしましょう。で、例えばホニャララっていうブラウザーのインストーラーをどっかからダウンロードしてきました。ダウンロード、実行ファイルでもいいですよ。ね。で、実行しましたと。で、まずダイアログが出てきて、ホニャララをインストールしますかって、まあ出てきますよね。で、インストールします。で、途中でなぜか、おすすめのインストール項目がありますとか言ってね。まあ出てきて、まあついついこう、それも一緒にインストールしてしまうということがね、あろうかと思うんですけども、それが抱き合わせですね。つまり、その人はブラウザーをインストールしたいのに、全然別のものをインストールさせられてしまうというのが抱き合わせですね。でね、これね、微妙なところがあるんですよ。例えば。のね、プラグインとかなんですよ。例えばブラウザーをインストールしました。で、ブラウザーに必要かもしれないプラグインとかね、をインストールしますかという場合があるんで、これをね、どう判断していいのかっていうのはね、微妙なところですけども、基本的にはオフがいいと思います。なぜかって言ったら、必要な時に後からね、インストールすればいいだけの話なのでというところですね。何か問題が発生してからでもね、別に遅くはないと思います。そういうプラグインは。で、もっと微妙なのが、ツールバーとかなんですよね。例えば、ブラウザーをインストールしますかって、ね、しますと。で、これこういう便利なツールバーがありますけど、これも一緒にインストールします。これはね、抱き合わせです。でね、関連はないことはないんですよ。ブラウザーのツールの一種なんで。ですけれども、これは僕的にはですね、基本的にはインストールしないことをお勧めします。どうしてもその機能が欲しいというのであれば、別にね、後からでも入れられますし、で、ツールバーってね、まあ便利な側面もあるかと思うんですけど、大概は、まあ言うたら誘導をするようなね、誘導っていうのはこう、自分のところのこうカテゴリーであるとか、そういうサイトにね、こう誘導するような仕組みがね、あるというのがツールバーだと思いますんでね、一概にそうは言いませんけれども、そういうところが多いのは確かなんで、ツールバーに関しては僕は抱き合わせなんじゃないかなというふうに思いますね。で、もっと立ち悪いやつが、ウィンドウが開いた時に、まあ、チェックが入ってるんですけども、そのチェックがね、意図的にちょっと隠れるようにしていたりであるとか、あと、もうこれほんまに入れなまずいんちゃうっていうような思わせるようなね、そういうような抱き合わせのインストール。これね、ほんと悪質だなというふうにね、思いますね。でもほんまに悪質なやつはもう勝手にインストールしおるやつなんで、それはもう論外ですけれども。で、問題なのは、こうね、何も知らないで、普通に使っているだけで、どん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 ね、こう、タスクトレイとか、タスクバーとかツールバーにね、いろんなものがね、てんこ盛りになってきて、もう、
PC の操作どころじゃないぐらいなんか、ややこしいことになってトラブルのモードになるというような側面がねやっぱあると思います。なので例えばブラウザをインストールしないんだったらもう基本はもうそれだけにしとくというのがいいと思います。なんですけれども必須のねプラグインとかがあるんですよ中には。でそれはやっぱりね必須というかね、例えば音すら出ないとかやったら困るじゃないですか。でそういう場合はやっぱり必要っちゃ必要なんですけれどもね、ブラウザーから音が出なかったらダメなん でそういう場合は必要なんですけれども、そうですね、本当その辺の線引きが難しいなというところはありますよね。でパッと見てねこれが何かってわからない場合が多いんですね、横文字ばっかりで、でほにゃららほにゃららって言ってもわからないんで、まあ、そういう時怪しいなと思ったら、まあ、ちょっとインストール途中でもこれが何なのかっていうのを検索エンジンで検索してみてですね、で判断すると、そのくらい慎重になってもねインストールはねやっぱりいいんじゃないかなというふうに思いました。でも本当に悪質な事例はもうこれね、もう僕はね犯罪に近いと思いますね。で現時点で日本ではそういう抱き合わせインストールに関する、まあ、法規制とか何もないわけですね。でこれを取り締まるにもいろんなハードルがあって事実上非常に困難だっていうのは分かりますけれども、やっぱりユーザーがそこでねすっごいこう足を引っ張られているリソースを無駄にねしているっていうのは確かなんで、これはねやっぱりある程度法規制がね僕は必要なんじゃないかなっていうふうに思いますね。名付けてインストール法案、ね、こんなこと言ってる人誰も言いませんけれども僕はね必要なんじゃないかなと思いますね。インストール法、皆さんもどうですか？ちゃんとねこれね法規制で抱き合わせインストールはある程度規制した方がいいんじゃないかなっていうふうにね思う段階に僕は来てるんじゃないかなっていうふうにね思いますけれどもね、皆さんはどう思われますでしょうか？こんなこと言ったらね何いらんこと言いやがってというね方が実際におられるでしょうけれども、そういう方はね低評価つけていただいたらいいと思いますよ、ね、ご都合が悪くなるからでしょ、ね、ですけれどもそのあなたのご都合でいろんな方がね実際に迷惑してるわけですよ、ね、ちょっとは考えてくださいね。抱き合わせインストールのプログラムを作っているその今見ている方、本当ね人類の足をね引っ張るようなことはねウイルスとは言いませんけれども、ね、少しは考えていただけたらなというふうにね思います。ぶっちゃけ言いますよ、おかんとこ行って PC の掃除するのが大変なんですよ。たまに行ったら大変なことになってるんですよ、ね、ちょっと PC に詳しい方だったらね経験が悪いだと思います。おかんとこ親父のとこ行ったらねそうなってるでしょ PC ね。で実際使うものにならなくなってるんですよ PC が、ね、ひどい場合だと。うちのおかんちょっと上がるようになってきて慎重にはなってきてるんですけども、普通はね別の方のおかん PC を見せていただいたらもうツールバーてんこ盛りという方が実際におられました。これねツールバーてんこ盛りのネタのね画像とかあったじゃないですか。あれほんまにあったの。僕に実際僕見てますんでね、ひどいもんですよこれ。もう PC 使い物にならないようにねしちゃダメですよ。はい、というわけで本日は、以上となります。ではまた、バイバイ。